さあ、そして3番目は8回の貴重なホームランでありました石川選手です。ホームランの感触いかがだったですか？完璧でした。完璧でした。ゲームとしても非常に大きな1点だったと思います。いかがですか？そうですね、あの1点は大きかったと思います。良かったです。8月の終盤中の非常にシビアな争いをしている中で、非常に貴重な判断を得た、その感触というのは改めて今いかがでしょうか？そうですね、毎試合ちょっとでも、チームのために頑張ろうと思ってやっているので、今日は本当にいい一日になりました。よくあの勝負は8月と言いますけれども、その8月も間もなく終わります、はい、そして決着をつける9月というところになるわけですけれども、そこへの思いというのは俊太さんはどうですか？そうですね、もう本当に勝つしかないので、優勝を目指して頑張ります。ファンの皆さんの拍手も一層大きくなりました。ファンの皆さんも大きな期待を受けていると思います。そうですね、絶対優勝します。ありがとうございました。